カット。センターラインを越えて攻め込む。カズオ、ここだ。おう。なに？行け！俺たちの真空中技、スカイラブハリケーンだ。これは決まった。これぞまさにアクロバットサッカーの真髄。立花兄弟の想像を絶するすごい真空中技だ。見たか南葛、これがスカイラブハリケーンだ。よし、試合はこれからだ。これはロングスローだ。ガーッと奪い返した。ここから一気に攻め込みたいところ。翼くん、クロスに合わせに行く。このシュートを決めてきた。勝つ。パントキック、どこまで運べるか。伊沢くん、素早くつなぎます。このスルーパスは通るか。豪快なシュート。これを止めるのは難しいか。ゴール隅に決まった。俺たちの闘志を見たか。武田君、ボールを奪った。杉君、激しいタックル。時計はすでに30分を示しています。前半も残すところはあとであった。長野君、素早く横にかわす。滝君、クロスに合わせに行く。さあ、この位置で受けた。翼、翼君、センターに合わせ。吉倉君、ゴール正面でこのシュートを迎え狙い。サッカーは俺の夢。長野くん、激しいタックル。ゴール前に上げた。吉倉くん、ボールはまだ生きている。体ごとぶつかっていった。翼、杉くん、センタリングを上げた。翼くん、センタリングを上げた。鮮やかに。俺は世界一のサッカー選手になるんだ。後ろに戻します。森崎くん、右サイドへと展開。この位置で攻守交代だ。かわして振り切った。敵陣を切り裂く。いくぞ。俺たちの空中技、スカイラブハリケーンだ。ボールを打ち下ろした。森崎君、横に飛んだ。ゴール隅に見たか、これがスカイラブハリケーンだ。